孫諏訪は、中国三国時代及び、精神の政治家、武将。字は小原。平州大元軍中都県の人。祖父は孫氏。父は孫博氏。子は孫修、孫仁氏、孫三。孫は孫姓、孫三る、孫博氏など。孫孫は孫党、孫党。親女に、つがある。祖父の孫氏は、 義の重心である。父の孫博氏は同じく義に仕えて南洋大衆になったという。若くから卓越した才能があったが、自分の能力を誇るところがあり、周囲の評判は良くなかった。ただし、同郷の王渡るとは親しかった。王渡るは大中世に孫座への人物表を求められると、天才にして知識が広く。 軍を抜いて優れていますと推薦している。ある時、孫諏和は、自分の妻のために、王渡るが衣服を送ってくれたことに感動し、王渡るのために死を作って、返答とした。王渡るは、孫諏和の死を称賛した。四十歳を過ぎて、ようやく、義に使え、幼州の大暮れの最前線を守る鎮東将軍の、石津との三軍寺となる。ある時、 義の実験を握る芝明は、クレイ幸福の使者を使わしたことがあったが、この時、シズトの命令で、クレイの幸福勧告状を作成した。精神が成立すると引き続き使え、著作労になった後、表記将軍に出世していたいシズトの三軍として、再び、陽州の対クレの最前線に赴いた。マゴスワイは、 自身の才能を花にかけ、石頭とを見下すような態度を取るようになったので、石頭とも反発し、孫スワイが、五の人間と同調して、進むを批判していると断劾するなど、両者は、数年にわたり対立し、芝縁も、その仲裁に、気苦労したという。呉の帝邦の策略もあって、石頭とは、洛陽に召喚された。また、同郷の各駅とも対立していたとされる。 その後、清々将軍になっていた旧地の夫婦を、柴春に招かれ、その三軍となった。その後、寮の霊となり、守る将軍の柴に転任した。ある時、龍が、向この井戸の中に現れたという報告があった。軍神たちは、それが随章と信じて揃って高しがしたが、孫ゴスは、井戸の中の龍は、英才が用いられていないという意味だと解釈し、 関心を遠ざけるよう還元した。慶帝の初年に、兵役大使となり、元康三年に死去した。新女、施設信号拝聴編などに、若き日の孫諏訪への逸話が伝わっている。孫子茨が、まだ死官する前、大竹子に対して陰遁したいと思い、石を枕にして、川の流れですすぎたいと言おうとしたところ、うっかり、石ですすぎ。 流れを枕にしたいと言い間違えてしまった。すかさず、大竹子に、流れを枕にできるか、石で口をすすげるかと突っ込まれると、孫小いばらは、枕を流れにしたいというのは、汚れた俗字から耳を洗いたいからで、石ですすぐというのは、汚れた歯を磨こうと思ったからだよと言い訳し、大竹子はこの切り返しを、見事と思った。感心する意味で、さすがと呼ぶのは、この小児が、 元という説があるという。孫諏訪への言い訳は、かつて忍者の巨友が、定位を譲ろうとした、行の申し出を断った後、汚らわしいことを聞いたと耳をすすいだ孤児を踏まえたものと、言われている。また、日本の明治時代の小説家の夏目金之助の号で、ある漱石は、孫諏訪への孤児に由来する。同じく、 施設信号によると、マゴスワイは他人に頭を下げることのできない人物だったが、ただ王渡るには敬服していた。王渡るに先立たれると、葬儀には遅れて現れたが、棺にすがって同国する様に、参列者は皆、涙を流した。マゴスワイは、生前君は、私のロバの泣き真似がうまいのを褒めておられたから、今生の別れに一つやってみようと言い、 泣き真似をしてみせると、それが、本物そっくりだったので、参列者たちは笑った。孫諏訪へは参列者を睨みつけ、このような立派な人が先だって、お前たちのような奴らが生き残るとはと言ったという。区本管任法に基づき官品を決める役職儀の、総棒の在世中にも、同様の報告があり、相棒は、君主の徳が不足している象徴と解釈した。ありがとうございます。